전세균국회의장님이름에강의를진심으로환영합니다문재인대통령과すでに2度電話で会談を行いましたが문재인政権直後に日韓の未来志向の新しい日韓関係を築いていきたいと思います문재인대통령님과는벌써두 번이나전화전상회담을했습니다새로운문정권과한일관계의미래지향적인새로운관계를구축해나갈수있었으면좋겠습니다기침노소안전부처조는가다이라는태초선노소문제에있기때문에日韓でしっかりと連携をしながら協力して対応していきたいと、次は進化をしていきたいと思います。시급한안보과제인북한문제대처하는데있어서일본한국그리고이란미간의긴밀히연계해서협력해나갈수있었으면좋겠습니다그리고평화적으로해결할수있었으면좋겠습니다